おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえでさんちへようこそ。はい、お元気でしょうか。食べ物系の話になってしまうんですけど、うなぎって皆さん好きですか？本当に苦手な人はね、本当に苦手な時があると思う。まあ、同じものでも、あの、アナゴでも、うなぎと一緒にね、ちょっと苦手だわっていうのはあると思うんですけど、まあ、見た目が嫌だっていう人いますよね。その、さばく前の、あの、ニュルニュル感がすごく嫌で、ちょっと苦手だわって。あの、連想しちゃうからっていうのもあるし、あと、骨っぽさがあるっていうので、あの、一応ね、その、骨はないようにはしている、だと思うんですよ。そのうなぎ屋さんでもね。で、私は、アナゴもうなぎも好きなんですけど、まあ、めったに食べることがないんですよね。で、うちの旦那はね、あんまり好きではない。だって、もともとっていうか、あの、ちょっと骨っぽいのが苦手だっていう話だったんですよね。だけど、その、お寿司の中で、さ、まあ、誰でもそうだと思うんだけど、一人前でね、何種類かあって、1000円とか500円とか、1200円ぐらいのとかってあると思うんですけど、その中で選べるやつで、うなぎだったり、アナゴがないものがあれば、そっちの方を買っちゃう。ちょっと高めだけどねって。っていうのも言ってましたね。そうだし、あと、なんだろう。その何人前、5人前ぐらいのものを、まあ頼んだりとかするじゃないですか。そういった場合に、まあ、必ずね、アナゴとかありますけど、まあそれを、それは食べたりする。だけど、っていうかね、まあ食べたりするけど、まあ、ちょっと交換してくれっていう時があると思うんですよね。私はちょっとイクラがあんまり好きではないので、ちょっと交換しないっていう話をしたりとか、っていう話をしてますね。で、うなぎ、牛の日に、まあ夏が有名だと思うんだけど、うなぎ食べます？まあ、大体の人は、ちょっと無理してね、1人前1200円ぐらいとかさ、2000円ぐらいのものを買ってきたりとか、まあまあ、スーパーとかでね、ちょっとお休みのものがあったりとかするんだけど、そういうのを買ってきて、タラも買ってきて、まあ、お家で食べますよっていうのがあると思います。それは、うちはやんない。まあ、食べてもいいよ、出してもいいよって言うんですけど、やっぱりなんか、苦手な人がね、一人でもいると、私が好きでも、ねって感じなんで、なんか食べる。なんか、一人だけわーいってやってるのねって思っちゃうんだよね。で、あれ、牛の日って春夏秋冬あるんですよね、確かね。で、夏の日に、黒い、うのつくものがあったら食べましょう。それが精がつきますよ、っていう話をね。なんだけど、幕末の平賀源内さん。幕末だったっけ？ね、結構有名だ、ですよね。あるあるで。あの人が、まあ、うなぎを食べろ。食べた方がいいですよ。精がつきますよ。みたいな感じで、友達にね、書いとけばいいよって。飯先に書いときなって。まあ、その前に、ちょっと夏の間、ちょっと売り上げは、ダメなんだよねって。かましくないんだよねっていう相談をされて、じゃあ、うなぎじゃない、牛の日前後にね、ちょっと前く、
その1ヶ月前から書いとけばって、この日はうなぎの日ですよみたいな感じで書いた方が売り上げが良かったりするからっていう話をしてたらしいですよね。でそれからまあ定着したというか、多分明治とかからね言われてたんだと思うけど、うん、まあね、面白いよねそういうのねって思うよ。多分ね他のもあると思うんだよね、黒くてうのつくものって。その当時の江戸時代の名前と今の名前ってさ微妙に違ってたりする。魚とかさ、まあうなぎもそうだけど多分あると思うんですよ、食べ物系でもね、野菜とかでもそうだし、うん、その中でなかったのかな他に「ん」をつく黒いものって。まああったんだろうけどね、うん、まあそれが先に、うん、出てきたんだろうな。でもね本当に江戸時代のものってほとんどないっすよね、うん、昭和になってから建て替えたっていうかさ、まあレプリカのような感じでね建てられたというか、うん、なんだっけ、小田原城なんかもさ、あれね復元しようっつって昭和とかねに建てられたんだよね確かね。っていうかありもしないお城っていう風に言われてませんでしたっけあれって。あったらすごいよねっていうような感じで、違ったっけか。あとその江戸城だっけ、江戸城もやっぱ徳川家のイメージがやっぱあるから壊しちゃえとかさ、うん、っていう話ですよね。あとね、天皇家というか皇室の人たちが、まあもともとその、京都にいたっていうね、歴史とかそういうので、社会とかで習ったと思うんですけど、やっぱ関東人っていうかさ、やっぱ、ね、日本、ほぼほぼ日本全国の人は、東京っていうかまあ関東にいるっていうさ、住まいは、関東のその江戸城皇居のに住んでいるっていうイメージがすごく強いと思うんですけど、やっぱね京都とか京都近辺の人は出張してるっていう風にずっと小さい頃から思っているし、周りから言われてるし、まあ確かにね京都の御所まああったりとかしてて、お住まいがねあったりとかしてて、いつでも帰れるようにっていう風な感じで手入れもね結構行き届いていたりとかしてるらしいでしょ。本気で京都の人はまあ多分ね京都に住んでるからこそそう思ってるのかもしれないけど、京都の人がまあやっぱまあね他の地域に住んでいたりとかすると、あそうでもないのかなって思っちゃうのかなってまあ、勝手に思ってるんですけど、どう思ってんだろうね京都出た人って。うん、もう別にそうでもなくなったなーって、そう思わなくなったなーって思う人いるのかな。ちょっとね不思議に思いました。皆さんどうでしょうか。はい、以上です。それでは皆さんさようなら。